クリスマス磯貝花火劇場 in 名古屋港にようこそ。しぶき純です。もうすぐクリスマスイブ、皆さんは誰とどんなクリスマスを過ごされるのでしょうか。私はクリスマスデートかな、それかお仕事かな。街をイルミネーションやクリスマスツリーが彩る季節になると思い出す物語があります。小さなもみの木の愛おしく切ない物語、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作もみの木。町外れの森にとても可愛らしいもみの木がありました。もみの木はいい場所に生えていて、日当たりはよく風通しも十分。近くには若い仲間や大きな木がぐるりと取り巻いていました。ああ、僕もっと大きかったらな。枝をうんと伸ばし、上の方から広い世の中を見渡すんだけどな。早く大きくなって年を取った木になるんだ。そうなったらなんて素晴らしいんだろう。こんな風でしたから、もみの木はお日様の暖かさも感じず、飛ぶ鳥と話してもバラ色の空を見てもちっとも嬉しくありませんでした。お日様が声をかけました。いつかは大きくなるんだよ。ずんずん伸びて育っていく。今ほど楽しいことはないんだよ。すると風もやってきてキスをし、つゆもハラハラとしっとりと濡らしてくれました。でももみの木は全く理解できませんでした。
秋が過ぎ冬になり、クリスマスが近づくと同い年ぐらいの若い木が何本も切り倒され、車に積まれ森を出て行きました。どこ行くんだろうあの木たちは。それにどうして枝を切り落とされないんだろう。そばでスズメたちがさえずっていました。知ってるよ知ってるよ、みんな立派なクリスマスツリーになるんだ。金色のリンゴなの、お菓子だの、おもちゃだの、いろんな色のろうそくで飾られる。それはそれは綺麗になるんだよ。早く僕もそんなクリスマスが来ないかな。早く荷車に積まれるようになりたいが、僕は目が覚めるように立派になるんだ。ずんずん育ち、生き生きとした綺麗な緑の葉をつけた美しい木に成長しました。この木を見た誰もが、なんてまあ綺麗な木だろうねと言います。クリスマスの季節になりました。とうとう待ちわびた時がやってきたのです。もみの木は真っ先に切られました。斧が切り込んだ途端、もみの木はうめき声を上げて地面に倒れました。体中がズキズキ痛んで、どんどん気が遠くなっていきます。もみの木は薄れゆく意識の中で
森の仲間やお日様の暖かさ、風の優しさや鳥たちとのおしゃべりが思い出され、急に悲しくなりました。旅に出るというのは辛いものに違いないと思うと、少しも楽しくありませんでした。
もみの木は町に運ばれてきました。人々は口々に、なんて美しい素敵な木だね、これ一本あれば十分だねと褒めたたえました。そしてある家の大きくて暖かな部屋に運び込まれました。もみの木は興奮しワクワクしていました。さあいよいよ飾り付けが始まります。金紙で包んだリンゴやくるみの実、お菓子の袋にたくさんのプレゼント、色とりどりのろうそくで美しく飾られ、木のてっぺんにはピカピカ光る金色の星がつきました。小さなもみの木はとうとう、それはそれは美しく立派なクリスマスツリーになったのです。もみの木は大喜びでした。ろうそくの明かりがつきました。なんという美しさでしょう。もみの木は嬉しさでただぼーっとなっていました。そこにこの家の子供たちが勢いよく飛び込んできて、大騒ぎしながらもみの木の周りをぐるぐる踊り回り、プレゼントを一つ二つともぎ取っていきました。飾りもすっかりなくなり、ろうそくも消え、暗く静まり返った部屋にもみの木は一人ポツンと立っていました。それでももみの木は明日になればまたピカピカに飾られると思うとワクワクして一晩中眠れませんでした。Oh.
次の朝、召使いたちがやってきました。ああ、今日も立派に飾り直してくれるんだなと、嬉しさでいっぱいです。けれども召使いたちは木を横倒しにすると部屋の外に引きずっていき、屋根裏の薄暗い隅っこへ放り投げました。それから何日過ぎても何も起こらずに時は過ぎていきました。ここは薄暗いし寂しいところだな。それに比べたら森の中は良かったな。懐かしいな。その時、2匹の子ネズミがちょろちょろと這い出してきて言いました。こんにちは、お年寄りのモフィアキさん。ねえ、世の中で一番素晴らしいところのことを話してよ。チーズやハムにパン、美味しいものがたっぷりある場所にいたんでちょ。モミの木はお年寄りと言われムッとして、僕は年寄りじゃないしそんなところは知らないね。まあけれども森のことなら知ってるよ。そこはお日様の光がよく当たるし、鳥たちが楽しそうに歌を歌っていた。モミの木は自分の若かった時のことをすっかり話しました。お菓子やプレゼント、色とりどりのろうそくで飾られた夢のように美しいクリスマスの話もしました。子ネズミたちは楽しそうに聞いていました。おじさん、ずいぶん幸せだったんちゅね。そう言われてモミの木は初めてしみじみと思いました。なるほど、幸せだったよ。そう、僕はあの頃が一番幸せだったんだ。次の夜もその次の夜も子ネズミたちは話を聞きにやってきました。モミの木は話をするうちにいろいろなことを思い出しました。森にいた頃がどんなに幸せだったかやっと分かった気がしました。ほどなくして子ネズミたちも姿を見せなくなり、モミの木はまた一人ぼっちになりました。子ネズミたちが面白そうに話を聞いてくれるのは本当愉快だったな。だけどそれももうおしまい。あ、でもきっとまたここから運び出される。そうだ、楽しいこと考えることにしよう。Thank you.
ある日の朝、もみの木は外に引きずり出されました。再びお日様の光を浴びたもみの木は嬉しさに声を上げました。ああ、生き返ったぞ。いよいよこれからだ。もみの木は思い切り枝を伸ばしました。けれどかわいそうにその枝の先はガサガサに干からびて黄色くなっていました。雑草の中に転がったもみの木のてっぺんには金色の星がついていて、お日様の光を浴びてキラキラ輝いていました。中庭で遊んでいた子供たちがやってきて金色の星を見つけて言いました。ご覧よ、この星きれいだね。汚い、古いもみの木にくっついてんだよ。汚い汚い。子供はそう叫びながら星をもぎ取り枝を踏んづけましたから、もみの木の枝はポキポキ音を立てて折れました。もみの木はみすぼらしい自分の姿に絶望しました。これなら物置の暗い片隅に放り出されていた方がよかったと深いため息をつきました。もうダメだ、もうダメ。楽しめる時に楽しんでおけばよかった。お日様の言う通りだった。もうダメだ、おしまいだ。ため息をつくもみの木にお日様が語りかけます。過去や未来を思うより今この瞬間を大切に思うことが幸せなんだよ。そこに召使いがやってきてもみの木を小さく折り一束の薪にしてしまいました。涙が消えない日、優しい朝。
薪になったもみの木はあの大きな部屋に運ばれました。去年もみの木が立っていた場所には若いもみの木が美しくきれいに飾り付けられ、子供たちが楽しそうに周りを囲んでいます。もみの木は暖炉の中で大きな炎に包まれカッカと赤く燃えました。炎が上がるたびにもみの木はパチパチと言いながら森の中のこと、お日様や風のこと、星が輝く冬の夜のこと、この家に運ばれてきたクリスマスの夜、もみの木が一生のうちで一番楽しかった夜のことを思っていました。お日様が教えてくれたように、もっともっとその時その時を大切に楽しんでいればよかったな。でも僕は今こうしてみんなを温めているんだ。そうだ、これって幸せなんだ。僕は今幸せなんだ。そう言いながらもみの木は燃え尽きていきました。静かに燃え尽きました。静かに静かに。夜空には満天の星がきらめいていました。聖なる夜に、メリークリスマス。しぶきじゅんでした。